それでは第1ブロックの第3試合に参りたいと思います。それでは参りましょう。おー、それではいきます。波動ファイター。さあポジションをチェンジしてきました。まずはゴナ東京のステータスからご紹介していきます。ゴナ東京一番奥側 TK 選手が5311、そして真ん中手前ウィー選手、高大選手が1135の2壁、そして和心まずは先制点取っていきまして、一番奥側上山選手4321、真ん中シャミセン選手1135、手前俊選手5221といったステータスとなっております。さあ和心が1点取っておりますが、ゴナ東京側はあと7枚シールドが残っている。シャミセン選手のライフは1枚、ここで狙われてしまうがうまく避けていきたい。さあギリギリでかわしていった、残り時間は30秒。さあ耐えてますね和心が、シャミセン選手がシールド耐えていきますが TK 選手取った、1対1。さあ2連続、残り時間は20秒。さあここから前に和心がじわじわと攻めていく。さあ1点届くのか、真心バナ東京逃げ切るか。さあ最後のシールドを貼っていく、残り時間は5秒。追いつくか逃げ切るか、どっちだ。さあ逃げ切った、2対1、ゴナ東京の勝利です。おめでとうございます。いや落ち着い